あはい、はいはいはい、あの聞いております、はい、おはようございますただいまからまちづくり委員会を開会いたします本日は建設局関係で付託議案9件の審査を次に 都市計画局関係で付託議案5件の審査をそれぞれ行うことといたします次に4月25日の委員会で建設局に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきましたまた本委員会における下記の競争いわゆるクールビズについては議会の品位を損なわない範囲で自由とします理事者に対してもその旨をあらかじめ伝えてあります なお、本日は大変盛りだくさんの案件がございますので、委員及び理事者におかれては的確かつ端的な質疑や答弁に一層努めていただくなど、円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いします。以上、ご了承お願います。それでは、はじめに建設局関係の付託議案の審査を行います。 議第71号83号から85号及び88号から92号京都市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてほか8件以上9件を審査いたします審査は議案についての説明を一括して聴取した後関連する議案ごとに質疑を行うことといたします それでは、理事者、説明願います。山本建設企画部長、着席して説明してください。ありがとうございます。それでは、ご説明を申し上げます。平成30年5月司会議案説明資料ナンバー1をご用意願います。ナンバー1の5ページをお開き願います。5ページでございます。まずはじめに、議第71号。 京都執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。はじめに1、条例改正の趣旨でございます。本市の付属機関について、初期の設置目的を達成したため、廃止しようとするものでございます。次に2、条例改正の概要でございます。北区原谷地域と市内中心部を結ぶ指導衣笠 E40 号線は、連続雨量が160ミリに達した場合に、通行止めとする区間にしておりましたが、 当該路線において落石等の懸念箇所の災害防止工事の完了に伴い通行規制基準の見直しについてご審議をいただきました京都市道絹笠 e 4十号線非常気象時通行規制基準改定検討委員会から通行規制解除の答申が提出されましたので同委員会を廃止するものでございますなお当該路線につきましては同答申を受け本年5月1日付で通行止めとする区間の指定を解除しております3施工技術につきましては 交付の日からとしております続きまして、少しおめくりをいただきまして、議の47ページをお開き願います。47ページでございます。議第83号、京都都市計画、都市計画事業、渦ず東部地区第1種市街地再開発事業施行規定を廃止する条例の制定についてでございます1条例廃止の趣旨でございます。 本施工規定は平成15年度から平成20年度に施工しました渦政東部地区第一種市街地再開発事業を施工するために制定された条例でございますけれども建物の不具合を本市が無償で保障するアフターサービス期間が平成30年3月をもって終了したことにより当該事業が全て終了したためこれを廃止しようとするものでございますに施工期日につきましては交付の日からとしております続きまして議の49ページをご覧願います 議第84号、京都市道路専用料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。1、条例改正の趣旨でございます。歴史的景観を構成する自社の賛同や門前等に設置される一般的な電池及び電話中の専用料の額を2倍とし、周辺の景観と調和した彩色を施した電池及び電話中の専用料の額を据え置くことにより、 当該三道や門前等に設置される電柱及び電話柱の彩色を周辺景観と調和したものに誘導しようとするものでございます。二、条例改正の概要でございます。伝統的建造物群保存地区等の電柱、電話柱及び上空線類の専用量の額を2倍としている地区に、京都市消防景観創生条例第15条第1項に規定する事前協議医区域のうち、 同条例第5条第 1, 項1号に規定する支店場を加えるものでございます。3、施工期日につきましては、京都市長防景観創生条例の一部を改正する条例の施行日である平成30年10月1日を予定しております。続きまして、議の51ページをご覧願います。議第85号京都市離道管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 1>, 1、条例改正の趣旨及び2、条例改正の概要でございます。京都市児童管理条例が準拠している京都市道路専用料条例を改正することに伴いまして、児童の専用料につきまして、同様の改定を行うものでございます。3、施工期日につきましても、京都市消防警官総制条例の一部を改正する条例の施工日と同様に、平成30年10月1日を予定してございます。続きまして、議の59ページをご覧願います。 議第88号指導路線の認定についてでございます。今回指導路線に認定しようとする路線は31路線ございます。まずはじめに1、京都都市計画、都市計画事業、上鳥羽南部地区、土地区画整理事業の施行により建設した道路が18路線ございます。次の61ページにその一図を添えております。次に、議の63ページをご覧願います。 2、京都市立西鴨中学校の,通学,路の通学路の整備事業の施工により建設した道路が2路線ございます。64ページに一図を添えております。次に、儀の65ページをご覧願います。3、都市計画法による開発投影に伴い建設された道路が11路線ございます。次の66ページから74ページにかけまして、それらの一図を添えております。 続きまして、議の77ページをご覧願います。議第89号、指導路線の廃止についてでございます。今回、廃止しようとする路線は7路線ございます。はじめに1、京都都市計画、都市計画事業、上戸場南部地区、都市区画整理事業の施工地区内にあり、当該事業の施工に伴い、不要となった道路が5路線ございます。次の79ページにその一図を添えております。次に、議の89ページにその図を添えております。次に、議の 一ページをご覧願います。二、現に道路の機能が失われ、かつ隣接土地所有者から廃止の申請があった道路が一路線ございます。八十二ページに一置図を添えております。次に機能八十三ページをご覧願います。三、JR 東海の管理地に囲まれ、現に道路の機能が失われ、一般交通のように供する必要がなくなった道路が一路線ございます。八十四ページにその一置図を添えております。 続きまして、議の87ページをご覧願います。議第90号、向こう指導路線の認定の承諾についてでございます。向こう市長が指導路線を認定するにあたり、その一部が本市の区域内にかかるため、道路法第8条第3項の規定により、市長の承諾を求めてきたものですが、本市の道路行政上、しょうがないことから、これを承諾しようとするものでございます。88ページにその一図を添えております。 続きまして、議の91ページをご覧願います。議第91号及び議第92号、損害賠償の額の決定についてでございます。国立排水機場のポンプの停止に起因する浸水事故の被害者への損害賠償の額を定めようとするものでございます。1の発生年月日は平成25年9月16日、場所は京都市伏見区、小栗洲森本町10番地の3、ほかでございます。2 被害者につきましては、株式会社、美商堂様ほか一件でございます。三、事故の概要でございます。平成25年9月15日から16日にかけまして、本市に接近した台風18号による大雨の際、本市が山品川と幡川との合流地点に設置し、管理する小栗排水機場のポンプが停止し、幡川が一水したことから、周辺地域を浸水させ、居住する住民等に対し損害を与えたものでございます。四、示談の経過でございます。 第三者委員会である、小栗津排水機場周辺における浸水被害検証委員会の検証結果により、本件浸水事故の原因は、本市が排水機場の日常管理および運転監視に係る業務を委託していた事業者の職員の人為的な捜査の誤りにより、排水機場のポンプが停止した点にあることが判明したことから、同排水機場を管理する本市の責任は免れないと考えられます。一方、被害者に過失は認められないことから、過失相殺しないで賠償するものでございます。5 損害の内容及び損害賠償の額につきましては、2件総額548万7377円で、その内訳につきましては、議の92ページ上の表に記載のとおりでございます。下の表に参考、被害者との時短の進捗状況について記載してございます。被害申告件数619件中、本件を含む617件の被害者の方との間で、時短または仮時短を締結をいたしました。 以上で建設局所管のの議案のご説明を終わらせていただきますよろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます、はい、それではまず議第71号執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部改正について質疑のある方は挙手願いますございませんかはいなければ次に議第83号 京都都市計画、各個京都国際文化観光都市建設計画、都市計画事業、渦政東部地区第1種市街地再開発事業施工規定の廃止について、質疑のある方は挙手願います。ございませんか、はい、なければ次に、議第84号及び85号、道路専用料 条例の一部改正について、他一件以上二件につきましては。いずれも道路等にかかる。専用料に関するものですので、一括して。質疑を行うことといたします。それでは、質疑のある方は。挙手願います。栗本委員。おはようございます。 よろししくお願いいたします。この84号、85号につきましては京都市帳簿警官創生条例に際してです、ね、歴史的警官それ以前に歴史的警官も含めて警官を守っていこうという趣旨で電中 につきましてはその、えー、馴染んだ色、まあ、茶色が多いかと思うんですけれどもその茶色の電柱を設置していきましょうということですけれどもこの占有量が2倍となりますとあの言うた茶色じゃないやつについては占有量が2倍となりますということですけれどもこの2倍となる、えー、箇所については大体、えーまあ、8485が一緒ですので。 84号については大体何箇所あって、85号、離島については何箇所あって、それをちょっと確認させてもらいたいんですが秋山,秋山土木管理部、道路防災担当部長。はいえー、失礼いたします。 ええと、まずですね。ええと84号の方でございます。道路認定道路の方でえっとございます。けれども、えっと、これはあの今先生おっしゃっておっしゃっていただきましたように、消防警官創生条例の改正、2月にされまして、まそこで、あの事前協議区域に指定された区域の中の支店場というところは今回あの追加するところでございます。で、この支店場はあの詐欺等の境内の眺めとそれに付随いたします。あの参道等の。 経済周辺の長めの視点場が該当いたしまして、すべての電柱、電線が事前協議対象になる視点場は、このうち、経済地周辺の長めに指定された参道、これ23箇所でございますが、となるということでございます。ただし、これまで,の,です、ね、あの2倍となる区域に重複している箇所がございまして新しく今回、対象になりますのは、第5次の参道の一部と、それから明神地の参道の全部、計2箇所でございます。以上です国間大 はい、えっ、ー、と、その計二箇所というのは、えー、電柱の本数。何本かとか、わかりますか。秋山担当部長。 はい、えー、とまず第5次の方でございますけれども、えー、とここはえっと電柱電話柱が日、ねえー、本と、それとそれを支える視線というのがございまして、まあ、これも電柱扱いにあの専用上しておりますので、えー、合計4本となります、またあの明神寺の方につきましては、同じく電柱電話柱が16本で、視線が日本で合計18本でございまして、全体で22本となってございます栗本委員、はいわかりました。 そしたらこの85号のリードについては、ないという認識でよかったですか秋山担当部長、はい、あの現状、ですねあの支店場の参道にリードはございません、まあ、今後、あの支店場の見直しなどがありましても、道路専用と同様のです、ね、取り扱いできるように規定を整備しようとするものでございます栗本委員。はい分かりました。 えー、それでですね、えーと、確認なんですが、えー、この電柱電話柱については、えー、電柱については、えー、関西電力が、えー、管理されているものだというふうに思いますし、えー、電話中については NTT が、えー、管理されているものだと思います。要はその専用料を、えー、請求するに伴請求する相手側は。 えー、関電と NTT に限られるものなのかどうか確認したいと思います秋山担当部長、はいあの。対象となりますのは、あの電柱電話銃、そと電線となりますけれども、えー、この景観加算の対象としては、今先生おっしゃいましたように、関電と NTT ということでございます国本委員、はいえー。その上で、えー、例えば、えーとその、今現在は関電と NTT だけですと。 でその後、例えばあの、えー、個人宅に引き込みするためにポールを立てるケースとかがございますが、ね、そういうケースはそれが該当するのかこの条例が該当するのかどうかちょっと確認させていただきたいんですが秋山担当部長、はい、あのいわゆる関連中それから電話中以外のその他の、えー、と柱ですね。えーと 柱がございますけれども、それは専用物件としてはかなり限られたものでございまして、いわゆる新電電の関係のものが少しございますけれども、これについては対象とはしてございません、もう数本のことでございます、それとあと個人,個人としての,その電柱というのは、専用としては認めておりませんので、これ対象とならないということでございます。国 大体概、ね、おおむね分かりました、えー、その中で、えー、しっかりと、えー、歴史的景観また眺望を守っていこうという取り組みをしっかりとあのご理解もいただきながら、えー、進めていっていただきたいというふうに思いますし、えー、これあの、例えば今先ほど確認したあの2倍になるところ については今後、その NTT と関電さんがえとてかあの電柱を建て替える予定とかはあるのかどうかそれを確認させてもらいたいと思います。秋山担当部長 はいあの今回です今回でああのえー、っとこのけ、えー、まあいわゆる2倍とするという地区を定めると条例をですね導入するときにあの関西電力なり NTT とはまあ、事前にあのご負担のこともございますので、えー、協議をしておりましてその中で、えー、今回この京都市のこの景観に対する取り組みのスタンスというものについてはご理解をいただきご覧とおいただいているということでございますでその中で、えー、毎年ですねやはりあの建て替えであるとか新新設であるとかございますのでまあそれやっぱございます その中でできるだけ空電池の方にしていただくということでのご理解をいただいているということでございまして、今後、進んでいくものと考えております栗股委員。はいえーまあ、そ関西電力なり、NTT なりが、まあえー、いろいろ計画を立てて、えー 立て替えていくとその中でその一部の中にこれも含まれてますよという認識でよろしかったですかはい分かりましたそしたらもうその景観をやっぱしっかり守っていくために、えー、あえて京都市っていう中で条例を作ってあのやってき,てきたものなのであのこれについてはその事業者に対してしっかりと守っていただきたいっていうことを、あのー、しっかりと京都市の方からも指導していただきたいですしあと一つちょっと懸念されるのは、まあ、電柱建て替える際にですねあのまあ参道の中なのでほぼほぼ あのご自宅とかはないとは思うんですけれども、あのここに建ててもらったら困るとか、建て替える際にちょっと移動されたら困るとか、そういうトラブルが結構あの発生しているケースがございます、あのこれについても、京都、まあ、市は直接は関係しないとは思うんですけれども業、事業者ともスムーズにやり取りができるような体制をしっかりと取っていただきたいと思いますが、最後にこの点、えー、答弁を求めて終わります。秋山担当部長 はい、あの通常、ですねあの道路専用許可をする際に申請をいただいた際にですね沿道の方とのですね当然協議をしていただいてお納得いただくということでお願いをしておりますのと,と,それと今回、この景観の関係との,です、ね、この地区の中ではですねまああの 事前協議を、凶暴警官創生条例上をです、ね、していただく、その中で位置、高さ等も協議の中に入っておりますので、その辺も含めてしっかり考慮していただいた上えで,です、ね、企業者の方には、専用の方をしていただきたいということをお願いしてまいりたいというふうに思っておりますよろしいですか。はい、進行いたしまますすコーチンすみません 私の方から今のただいまの質疑に加えまして数点だけ加えてお聞きしたいというふうに思います。 とただいまの質疑の中で右極、えー、私右極でございますので右極の中では、まあ、明神寺の賛同全部ということでその規模本数というのが18本だというふうにお聞きいたしましたで、えーまあ、参考までになんですけれども、えーまあ、今回あなたに加わる本数というのは、まあ、それほど、まあ、あのないのかなというふうに今の質疑をお聞きしていても分かったのですが、えーまあ、これまで最初く まあもうすでにしてある電柱の本数,で本数と、また今回の条例改正によって、加わるのは数,本ですけど数十本となると思うんですが、対象となる全体の電柱の規模というのは、どれぐらいになるんでしょうか。秋山担当部長 はい、えー、とまず、ですね、えー、とこのいわゆる2倍に、専用量が2倍となる地区の,そのエリア内、地区内のですね、えー、とカラー電柱の現在の29年4月現在の本数としましては、約2300本ほどございますで、えーとその、そのエリアの中の電柱の先体の規模で言いますと、約5万1500本ございますので、おおむね今、4.5%程度が。あ から中の方になっていってていいいるととうことでございますで今後もですねあのやはり先ほど申し上げましたけれども、あの電池については毎年建て替えであるとか、それから新設であるとかございますの、数百本単位でございますので、まあ、その中で、えー、今回のことをインセンティブとしていただいてです、ね、カラーチンの方に変えていただくということもお願いもしながら、またご納得いただきながら進めてまいりたいというふうに思っておりますはいえーまあ これまで採食、えーまあ、していても、えー、専用量が、えーまあ、2倍になっていたものが、えーまあ、この平成30年度の4月から、地区内で、えー、調和した、採食したものについては、通常の専用量になるとなったと。 いいうことでございますが、まあ、そのことでよりまあ景観調和が進みやすい環境になったのではないかなというふうに思うんですが、まあ、先ほどまあ事業者さんの方ともいろいろお話しされてそのスタンスについてはまあご理解いただいているというお話もあったんですけれども、まあ、今回まあそういう環境がまあさらにこう整ったことについて、えー、事業者さんの の方との、まあ、お話、また京都市として、どのように、お話の中で、まあ、感じておられるかというのを最後にお聞きしたいと思います。秋山担当部長。はい、あの、少し、先ほど、あの、重複しま、いたしますけれども、あの、今年の、お、新潟会の中で、えー、先生今おっしゃって、いただきましたように。まあ、いわゆる、カラー電柱の線路を、二倍とせず、据え置く、ということに対する改正を行います。その際にですね、その前段で、まあ、企業者の方と、かなり、お話を、させていただき。 京都市の警戒に対するスタンスをです、ね、あのご理解をいただき、ご納得をいただいているところでございます。でまたです、ね、あのこの空電柱というのはです、ね、あの材料費で言いますと、約通常の空コンクリート電の2倍ぐらいいたしますけれども、それとです、ね、専用量を2倍とせず据え置くことで,です、ね、負担がある程度均衡してまいりますので、そういうことで、同程度の負担であれば、空電柱がしていただくという方向に動いていくんではないかというふうに、われわれとしては今、考えておりますので、それについても、またしっかりと企業 の方に説明も申し上げお願いもし進めてまいりたいというふうに思っておりますはい、よろしいですかはい。他にございませんか、はい、なければ次に議第88号及び89号指導路線の認定について他1件以上2件につきましてはいずれも指導路線に関するものですので一括して質疑を行うことといたします それでは質疑のある方は挙手願いますよろしいですか、はい、次に議第90号無効指導路線の認定の承諾について質疑のある方は挙手願います道端副委員長 この第90号の向こう市の指導路線の認定について、もう少しあの詳しくあの教えていただきたいなと思います。この路線があの本市の区域に関わるために、京都市長の承諾が必要となることは理解しましたが、えー、っとまあそ,もそもそもこの路線はどのような経緯であの整備されてきたのか、少し教えていただけますか。 谷口土木管理部長、はいえー、現在、JR 向こう町駅の東側地域におきまして、向こう町駅の東改札口の新設に関する事業、それとその周辺におきまして、新産業拠点開発を目指す事業、この2つが進められております、その中で今回の認定承諾にかかる道路整備が行われる、このように向こう市の方から聞いております、以上でございます。道端副委員長 でまあ、あのこの,あの事業なんですけれども、あの向こう氏はどのような事業スケジュールでこれからあの着実に進めておられるのかあの、把握されてるんでしょうか、どうなんでしょうか。谷口部長 はいえー、っとあくまでもあの向井さんの事業になりますんで、えー、事業全体の詳細なスケジュールまではあの把握していない状況でございますが、えー、今回の認定承諾にかかる道路事業につきましては、平成34年度の完成を目指されているというふうに向井さんの方からは聞道端副院長。 あの京都市も絡んでますので、地区的には、あのこの地域においてね、あの京都市としては、どのようにあの取り組まれているのか、その辺も少しお願いします田中建設企画部技術企画担当部長。はい、えー、この地域の本市の取り組みでございますけれども、都市計画道路の向こう町上戸ば線のえ国道の171号より東側については、すでにえ整備の完了しているところでございます。でまた 平成28年12月からはです、ね、JR 向こう町駅の東口の周辺整備に関する推進議員の会にも参画いたしまして、向こう市と積極的に連携を図ってきたというところでございます、以上でございます道端副委員長、まああの先日の,あの我が会派の木田議員が、代表質問、えー、一つの項目としてされまして、この本州の南部エリアの活性化には、今回の向こう市の事業に合わせ、 まあ京都市の本市の向こう町鳥羽上鳥羽線の事業推進が大きく期待されるというふうに思うんですけれども、こういう事業を本当に京都市としてこれからも推進してほしいというふうに市長からも答弁いただいたんですけれども、改めてまたお願いしたいなと思うんですけどその辺はいかがでしょうか田中担当部長。 はい、市長からも答弁を申し上げたところでございますけれども向こう町上鳥羽線につきましては向こう市が JR の向こう町駅東口の新設に着手したというところ着手したため厳しい財政状況の中ではございますけれども国道171号よりも西側の未整備区間を平成29年度から4年間に実施する整備路線の一つに掲げて事業実施を再開する。 いうこととしたということでございますあの議員ご指摘のとおりですね、えー、この路線の整備につきましては京都市それとえとりわけ京都南部地域の発展につながるものであるというふうに考えてございます、えー、向こう市とより一層連携を深めながら、えー、事業の推進に力を注いでまいりたいと考えているところでございます以上でございます道端副委員長あの本当にあの汗をかきながらあの進めていきたいと思います以上です進行いたします 井上健人えっと私も今の議論との関係なんですけど、要は今回の,あの議案の対象になっておる道路認定の部分がです、ね、この都市計画道路向こう町上戸ば線の拡幅と直接関係があるのか、それともまあ一応は別の話なのかね、そ,そこらあたりの関係をちょっと詳しく聞いておきたいんですが。田部長 はいえー、とあくまでもあの向こう町上鳥羽線の事業に関連して今回、えー、認定承諾を行うものではございません。あくまでもあの、えー、向こう市が、えー、と事業として、えー、と京都市の一部を取り込んで道路事業をするで、向こう市が京都市の部分を含んで道路認定をする、でそれを、えー、議会の承認を得て我々が承諾をしていく、そういう議案でございます。以上でございいますとは言いながら その牛ヶ瀬勝流寺線ですか、あーこれも京都市部分も向こう市部分もあるわけですよね、そ,そ,そ,の,そ,の,その一部が今回のギアの対象にもなっていると、でその南北の都市計画道路は引いてはまあ向こう町上鳥羽線とも、まあ <laughs> 交差ししたりして関連がなないいわけじゃないと、まあ、まあこういう理解でいいわけだろうかと思うんですがそれであの非常にまあ便利になるということではあるんだけどもちょうどあの三砂路171との三砂路のすぐ西側には住宅地なんかもアパートなんかもありましてです、ね、この辺りの,その立ち退きとか、まあ、そういうことの影響がどう出てくるのかとこの辺りについてもちょっとご説明今後の進捗をお聞きしたいんですが。 西道路建設部長。はい、あの例えばご指摘のとおりですね。あの国道171号線からあの西に向かいまして、一部旧の集落地です。とか、まあ,あの信仰の住宅とか、あの今回あのこの向こう町上戸川線のあの新たな西側の航空520メートルございますが、あおおむね約8000平米の用地買収を必要となっております。まあ、といった中であのまあその中のですね。住宅です。とか、あの方々にはまたご協力いただきながら。 用地の,の交渉ということになりますが、まずあの境界確定等の作業を進めましてです、ね、やっていくことになります。まあ、当面、の今年はあの基本的な測量ですとか、それから予備的な設計を進める予定でおります井上賢人。じゃあ、具体的にちょっとそ,のそういう話は、ね、いつ頃からになるのかです、ね、このあたりのメドについても、メドっていうか、あの時期についても、ちょっとご紹介願いたいんですが。西部長 はいあのまあ、こういった新規の事業を行う場合におきましては、あの基本的にはまずそういう道路の線形ですとか、福音ですとか、そういったものをきちんと測量を実施して固める必要があります、それを今年度やりますで、それ以降につきましては、そ,のそれに関連する用地の境界の確定ですとか、それから用地は一緒に必要なあの測量等を進めまして、でさらにあの詳細な設計を進めていくという順序でございます。それを終えてから ああ用地買収工事という流れになってまいります。井上県人まあ,あの鉄道駅とのアクセスっていうことでですねあの交通が便利になるということについてはよく理解できるんですがあくれぐれもですねあのその対象になっている方の合意と納得ということについては留意をお願いをしたいとまあ、こんなふうに思います。それとあの最後にですね向こう町駅の東口の開発についてはあの。 まあ費用負担なんかも考えられるんですがこれはあくまであの向こう町上鳥羽線の延伸と東口駅の駅前開設開発の諸費用なんかは純粋に地域の境界で分担するとお互い例えば京都市が向こう市の地域の 開発を財政的にちょっと持ったり、ですね逆なことがあったりとか、そういうことではなくて、きっぱり地域で分担を分けるのかどうかね、このあたりについてもちょっと最後にお聞きしておきたいんですが。田中担当部長。 はい、無、え、効、ー、市との係りですけれども、あの無効、えー、町亀戸場線につきましては、ちょうどあの駅前の広場の手前までが郷土地域でございますので、そこまでの部分を郷土市ということで、それより西のあの、えー、東口の関係は無効市さんのほうでされるというふうに考えております、はい。よろしいですか。はい。進行いたします。大動員。えっとよろしくお願いいたします。えっ、ー、と実はあのこの 今回の議案のエリアの町内は実は私の地元の町内でございまして賠償、えー、にはかかりませんけれどもほぼもう直近まで来ているところで、えー、長年町内の皆さんも非常に期待もされているところでございますで今回の議案は、まあ、いわゆる向こう市側の向こう町駅の東口、えーまあ、整備計画ということに基づいてのお話なんですけれども あの実は、ですね、まあ、この、えー、向こう市の市長さんの決断とともにですねそれをまあ促された背景というのはこのお近くにまあ大手企業世界的なあの日本電産さんがございますけれども日本電産さんのお、まあ、いわばご支援というかさまざまなあのご要望もあったんだろうと思うんですけれどもこの日本電産さんは実は京都市の私ども地元の久世殿城町。 が本社なわけで,す、ね、本社でこの今回向こ島町の駅の整備がされるこの一帯エリアの計画についてはまだ確定はしておりませんけれども相当日本電産さんのまあどうですかねいわゆる向島からすればいわゆる地元の企業としての育成そして支援そうしたものの融合を図りながらですね いわゆる長岡京市の駅のように長岡京駅の前のように、まあえー、一体的に、えーまあ、新しい向こう市を作りたいと、まあ、こういうことをおっしゃっておるようでございますので、まあ、非常に期待もされているわけですねでそこであの今井上議員もあったんですけれどもあのちょっと私が今後ですね課題になることについてちょっと質疑をしたいのですけれども、まあ、今回の議案はそれほど影響があるものではないので 調整をされるととといいうことだと思いますで今ありましたように向こう町上鳥羽線の東西の線とですねいわゆる内ヶ瀬小乳寺線の,この南北のです、ね、交差をしているところがございますけれどもこれもその都市計画上の網をかかった段階ではですねこの南北の都市計画道路も 地元のこの地,ち地図では分かりませんけれどもあのいわゆる変電所のところを通ってですねで今回の,その上鳥羽向こう町上鳥羽線の一本北側のほちょっと細い道があるんですけれども、まあ、そこで止まってるわけですねで今後これあの東すみません向こう町駅の東口ができてですねさらに今部長おっしゃったように向こう町上鳥羽線があの買収および整備されたと仮定してですね この当然、京都市域に入っている牛ヶ瀬諸龍寺線とで向こう市域に流れまあ続いている諸龍寺線ですね、この辺りの整合性を図る意味で、ですねえ実際、この交差部の部分というのは、どのようにあの考えていかれるのかですね、そ,そのちょっと、今、なかなか決まってないかもしれませんけれども、基本的な考え方についてですね、ちょっとお教えいただきたいというふうに思います。西部長 はい、あの向こう町上近羽線と交差する牛ヶ瀬小流寺線でございますあの、まあ、今回あの新たに道路を整備する路線として、まあ、設定いたしました向こう町上鳥羽線は、まあ、あくまでも東西の道路でございますただあの一方、先生ご指摘のようにです、ね、あの関西電力から北側牛ヶ瀬総理線はすでに完成しておりますしまた一方、南の方におきましてはあの向こう市の区画整理事業が今後、計画があります。 まあともいあのスタンスをいたしましてはやはりこの東西のあの液化直結する路線にですね財政厳しい状況の中で,ですねあの集中的に取り組んでいく必要があると思いますし、まああのその南北につきましてはあの今後の、えー、進捗状況等を見極めた上でですね検討を深めていくことになると考えております以上でございます。大ラ委員で先ほどね申しましたようにあの日本電産さんからのですね、えー、まあご要望なりご要請というのは基本的に。 あの直接はないかもしれませんけれども向井市長さんの方には当然あ,のあったんだろうと思うんですけれども実はその日本電産さんの企業からですね京都市ではこういうことをお願いしたい京都市側としてはこういうことをまあ企業立地としてですね望むというようなそういう要望とかは直接今までもあったのでしょうかちょっとそこをお伺いしたいと思います。田中担当部長 はいえー、日本電産さんへのあということですけれども、えー、申し訳ございません、あの現在あの、われわれのほで、えー、京都市の方から直接、そちらの方に何かあのお願いというか、申し入れしたということは聞いてはございません、以上でございます代表委員、われわれ、京都市側じゃなくて、あの日本電産さん側から京都市に対して、えー、具体的な何かあの要望事項があったのかどうかということです。田中担当部長 失礼いたしました。えっ、ー、と例えば道路の今先生ご指摘のあの南北の道路であるとか、その辺につきまして企業さんの側の方から直接何かお願いがあったということはございません。大戸院えっとですねまあ、今後あの非常に注目されるエリアではあるんですけれどもまあこの今までですね大逆世橋と言われたあの構想が発表されて。 どうしうしよ井上先生ね約30年ぐらいかかってやっとできたという形でございましたでこの今回約500メートル区間ですけれども京都市部分ですね向こう町上戸羽線のこの部分の買収がこれも今お話しあったようにあの調査費が計上されてそしてまあ測量とされてそれから買収ということになるんでしょうけれどもお、まあ、およそですねおおよそですけど どうなんでしょう。20年ぐらいかかるんでしょうかね。やっぱりそんなもんでは到底無理あかんと思ってらっしゃるのかですね、えー。実際はどんなような状況になるでしょうか。ちょっと今見通しがあればお伺いしたいと思います。西部長、はい。あの今ご指摘ございました国道175号線から東側の区間ですね。平成元年に着手いたしまして、25年3月にフル完成しております。この間あのまあ同様のまあ道路新設事業でございまして、約24年 経過をかかっております、まあ、そういったところから流推いたしますと、おおむね、えー、これはあくまでも用地交渉の状況にもよるんですが、あ10年程度という規模,規模からいきますとですね、えー、になるかなと考えておりまライドラインあの、500メートルのです、ねえー、ところでございますけど、実は大陸自橋のときの24、5年かかったときの買収以上にです、ね、大変だと私は地元で思いますのはね、 あの今までの第二瀬橋のエリアというのは若干そういう部分も第1航空、第2航空ありましたのでございましたけれども第1航空ではおっしゃるようにちょっと住宅があったとで第2航空ではいわゆる田畑が多かったので早く住むのかなと思ってたらですねやはり地権者の問題が非常にやっぱり揉めますので地元の農業を含めてですね、まあ、それでちょっと遅れたという経過があるんですけど実はこの当該エリアの今回の議案のエリアのですね 関係している向こう町上鳥羽線の500メートル区間というのは実はあの変電所もあるわけですねでそこもかかってますで当然大きな大手会社もありましたりそれから密集地先ほど井上先生からあったようにあのアパートとかいろんな権利関係がずっとあって結構あの大変なところじゃないかなということをですね非常に私は懸念をしておるんですけれども、まあ、そういう意味ではあの本来なら向こう市の計画と 同時進行で,です、ね、頑張ってほしいと思うんですけれども実態としてはですねなかなかそうはいかへんやろうなというのは私の思いでございます、まあ、その意味ではあのできるだけ今回のです、ね、議案が向こう市からも提出をされておりますのでそれを機にですねもう少しスピード感を上げていただいてさまざまな課題についてもう一度あのやっぱり現実問題としてのその 進捗率を高めていくためのですね。まあ、あの準備計画をしっかり決めていただいてですね。あの、頑張っていただきたいなというふうに、地元としては思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。よろしいですか、はい。他にございませんか。なければ、次に、議、第九十一号及び九十二号。 損害賠償の額の決定についての2件はいずれもオグリス排水機場のポンプの停止に起因する浸水事故にかかる損害賠償の額の決定に関するものですので一括して質疑を行うことといたしますそれでは質疑のある方は挙手を願いますございませんか、はい、なければ 以上で、付託議案に対する質疑を終わりますが、この際、建設局に対して質問がある方は、ただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容をお申し出いただきますようお願いします。はい、じゃ山本啓一員、えー、大宮交通公園の都市計画変更に伴っての質問をさせていただきます。はい。 西野委員ああ、私も大宮交通公園の整備について。はい、<laughs> 井上健人 それぞれ簡単でいいんですが先,先般あの、北陸新幹線のルート選定の参考にと市内のいくつかの公園での掘削作業が行われたと思うんですがそのまあ経過についてそれから、えー、高速道路の十条トンネルの市への移管について、まあ、どんな準備やら作業やら課題が 今後どういうふうにこれを進めていこうとされているのか、まあ、このあたりの計画についても簡単にお聞きしたい、最後にあの応答戦について、えー、2、3点だけこれもお聞きをしたいと思います、以上です。それではただいまお申し出のあった質問について、山本圭一委員。 検事委員、西野委員の順で行うことといたします。なお、改めて申し上げますが、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。それれででではは一般質問に関連のないい理事者はこれで退席願いますご苦労様でした 次の一般質問につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。それでは準備が整いますまでしばらくお待ち願います。 それではすみませんちょっと今あの、順序言いましたけれども、あの山本圭一委員、ちょうど西野委員が大宮交通公園ということですので、関連質問ということで、その次に質疑をしていただいて、で最後に井上健次委員ということであの、進行していきたいと思います、訂正させていただきますそれでは一般質問を行います。 山本啓一委員私からはですね、大宮湖津公園の都市計画の変更に伴っての話なんですけれども、これ、私もたびたびこの件につきましては、質問をしてきました。今は現在、北消防署移転ということ、それに伴っての大宮湖津公園の再整備向けての取り組みでありますけれども、これ、当然、私、地元でございまして、よりよく進むために、非常にまあ、 日頃から関心を持っているところでありますけれども、まあ、この公園、えー、だいぶ古くなってきております。えー、昭和の44年学生に伴ってのまあ開設以来、まあ、半世紀経、えー、ってまあ、市民に親しまれてきたまあ、公園だと思っております。この再整備にあたって、まあ私も子供が小さいときにいろいろこの度々連れてきた公園でございますけれども。 今現在、カ、えーと、まあ、がなくなるんではないかとか、そういう話が先行しているように思えてきているんですけれども、そもそもこの設置目的は何だったか、改めて教えていただけますか。はい、小川緑政策推進室長、はいえー。大宮交通公園の、まあ、本来の設置目的というところでございます。と大宮交通公園と言いますのは、えーまあ、昭和40年代 えー、この交通戦争と呼ばれる、まあ、自動車事故が多発する中で、まあ、ゴーカートを用いて、えー、模擬交通施設の、まあ、体験を通じながら、まあ、子どもが楽しく信号、交通標識、それから交通のルールを学ぶことを目的とした交通公園という位置づけで設置をさせていただきました。あのー、今ゴ、まあ、ゴーカーーーカカトトののこことが結構出ておりますけれども これに乗るということが目的の公園ということで設置したものではございません、以上でございます山本敬一委員まあこの再整備にあたっては、今までからです、ねえー、議論されてきたところですけれども、まあ、平成29年度に今、都市緑化審議会と、それでも議論されていきたいと思っておりますけれども、この審議会からは、この再整備に向けて、どのようにするべきかということをされておりますか。 小川市長、はい、委員おっしゃいましたように、京都市の都市緑化審議会、この中で、この大宮交通公園、この在り方、検討部会というのを設置していただきました。その中で、公園のこの再整備について、どうやっていくかというような方向性の議論をしていただいたところでございます。審議会の方からは、今回の再整備にあたりましては、 京都市における交通事故の状況が大きく変化してきていると、自転車のルール、マナーの問題が今、課題になっているという中で、交通学習ゾーン、ここには自転車の安全教育を中心とした新たな交通学習施設、これを整備して、楽しみながら、子どもたちが楽しみながら交通に関する知識、それから正しい交通ルールを学べる公園、えー、とスペシーというような 答申をいいいたただところでございます山本一委員、えー、分かりました。あのそれとです、ね、この前の5月の14日ですか、えー、都市計画変更に関する、まあ、法廷の説明会が、まあ、地元で行われると聞いておるんですけれども、この際ですね、その際に、まあ、都市計画変更の内容、まあ、そのものに関する、まあ、意見ではあないのですけれども、合格とやはり残してほしいと。 いう意見があったと聞いておるんですけれども、この今回のこの大宮交通公園への北消防署の移転で,です、ね、この豪華とどのようになるかをお伺いしたいと思います小川市長。はいえーまあ、このファイフェビの答申の中では、あの交通環境、えー、この変化を踏まえまして、まあ、自転車の安全教育を中心というような、この機能に加え変えていくべきと。 いうようなまあ見解もえいただいているところでございます。この辺のあの見解を考えていきますと、まあなり現行の豪華とこれを使用した放送というのは極めて困難ではないかというふうに考えているところでございます。山本圭一院、それではねあの先ほどまあ理事者から答弁をあったんですけれども、これ都市緑化審議会からのまあ答申である。 楽しみながら交通に関する知識や、正しい交通ルールを学べめる公園という方針や、まあ、市民からの、やはり、合格等残してほしいといった意見に、まあ、どのように対応していかれるかということを考えておられるのか。私が思うにやはり えまあ半世紀前はゴーカートというのがまあ最新のいう感じでございまして日本で初めての交通公演ができたということで本当に喜ばしい限りでございましたけれども今現在ですねえ今の時勢ですね例えば電気自動車とかまあセグウェイというのが今あちこちでえテレビに映っておりますけれどもこれを導入したらどうかというのもありまして これまあ子どもが楽しんで、やはり喜んでもらえるのではないかなと私は思うんですけども、この点、どうでしょうか小川市長。はいえー、もともと、この都市緑化審議会、えー、ここのまあ答申の中で言われてるんですけども、自転車とも合わせまして、環境に配慮した乗り物、これを提供できる施設を目指すということとされているところでございます。 まあこのことから、私どももともと以前から申してましたけれども、民間活力、この辺を生かした整備をもう行うというような前提の中、今までえ現行で走らせているようなえガソリンエンジン、これをまあ使用したえ現行のゴーカートではなく、今、委員の方からもえご提案がいただきました、環境に優しいえ電気自動車、電動自動車といいましょうか、それとか、今の,あの未来の交通システム、 それから自動運転の体験とか、また新交通システムというようなものが今もいろいろ研究されているというところでございますので、その辺の例えば市場会の開催、この辺なんについても検討していきたいというふうに考えているところでございます山本啓一委員、本社の考え、よく分かりましたけれども、これやはり、楽しみながら交通ルールを学べめる乗り物の導入。 というのは私もまあ賛成しております、えー、これまあこの間の説明会ですけれども、改めてえ開いてほしいという要請もあったかと思うんですけれども、ただいま,まあ理事者が説明された考えというものを、これ、説明会にこの間まあ来られた方をはじめとして、それに来られてないまあ地域の方にどのように伝えておられるのか、お伺いしたいと思います。小川市長、はい えー、さっきの,あの法定の説明会で、まあ、いろいろご意見のほうを頂い,いたところでございます。えーまあ、今後、地域の方々に関しましては、えーまあ、この説明会でいただいたご意見、えーまあ、これに対しまして、まだ本市の考え方、えー、この辺んをまあ記載いたしました周打ちビラ、この辺んを作成いたしまして、えー、お示ししていくことで、やはりあの地域の皆様に今後、大宮交通公園のま再整備における本市の考え方、 この辺をお伝えしていくように考えているところでございます山本地域の方々はですね、いろんな意見があるかと思うんですけれども、これやはり、大宮交通公園、これからも多くの市民、また子どもたちに親しんでもらえるような施設になるように。 頑張って取り組んでいただきたいと思うんですけれども、えー、これ、まあ、北消防庁移転というのもありますけれども、やはりこの吉良の方も住,民住宅街でございまして、東の方はマンションがありますし、市バスも前通っております、踊りもありまして、南の方はスーパーもあります、この交通面の方も考えていただいて、この公園整備をしていただきたいと、私も早くできるように。 頑張って、えー、まあ私も協力いたしますけれども、皆さん取り込んでいただきますように、それを願って質問を終わりたいと思います。以上です。はい、小川市長、はい。まああの海や交通公園、まあ今後あの再整備をしっかりとしていくというところでございます。まああの再整備に当たりましてもやはりあの本市、えー、厳しい財政状況でございます。やはりあの民間のノウハウそれから活力を生かして推進する計画というふうに今しているところでございます。 あのまあ今までから子どもたちがやっぱり楽しみながらえ交通ルールうこのんなんかを学べる乗り物を導入するということをえまあ検討しておりいるところでありやはりあの民間事業者の方からもしっかりとその辺の提案をえ求めていきたいと思います以上でございますはいよろしいですかはいそれではこれに関して関連して西野委員え先ほどもお話ありましたあの五月十四日の 都市計画の変更のための説明会だったんですけれどもそこに私も参加させていただきましたもう100人以上の方が来られてて、えー、予定の時間が大幅に伸びるというふうなそれでもなかなか終わらないという風うなそんな状況であのさっきもお話ありましたけれどももう一回説明会開いてほしいというねそんな話もありましたけれどもまあその中で えーまあ、その状況は多分報告は受けておられると思うんですけれども,もうその中で出てきたのはさっきもありましたゴーカートをなんとか残してほしいという意見がすごく多かったんですねでその中でもね今のガソリンで走るゴーカートに固執されてる方っていうのはあまり私あの印象には残ってないんですね、えー、とにかくゴーカートがあの残してほしいんだと。 で現実に子どもさんもそこにも参加されていてね説明会にで自分もそこで乗りに行ってるとゴーカートがなくなったらもう公園に行くようなことにはならへんというふうな、ね、そんなお話も実際にはされていましたしやっぱり愛されている公園だなということも私ここで実感しました。 ですからあの、その説明の中で、ね、自転車をすごく前面に出されていたので住民の皆さんはもうなんか豪華とはそっちのけみたいな、ね、そんな印象を持たれたんじゃないかと私は思うんですね。ねですからあの自転車だけじゃなくって あのゴーカーカトももも考えていいるとととううふうなことももうちょっと説明されたうが良かかったたんんじゃないかと思うんですねただ、まあ、実際にはねその説明の中でもあのゴーカートの重要性大きな役割があるという説明もされてはいるんですよところがなかなかそこの印象が薄かったというふうに私は思いますし審議会のさっきありました審議会の委員さんからもゴーカートの重要性というのは出されていたというふうに私は思いますので。 ぜひその立場でね、住民の皆さんの意見もちょっとよくお聞きいただいて、前向きに検討していただきたいというふうに思いますが、あの先ほど、まああの、ビラも、周知ビラを、ね、配るというふうなこともあのご説明ありましたけれども、あのそのビラというのは、どんな形で、えーまあ、今、ご答弁いただいたような、あの電気 のものだったら可能性があるみたいなそういうご答弁ありましたけれどもそういったことも入るのかどうか、まあ、これから考えられるのかもしれませんけれどもその辺はいかがでしょうか。小川市長、はい えーまあ、ビラの内容でございますけれども、今、あのー、私、えー、山本議員の方から、えー、ご質問がありました内容に、えー、お答えさせていただいておりますけれども、やはり今、考えているのは、ガソリンエンジンを使うものではなく、今のやはり環境に優しいような、えー、乗り物っていうようなことを考えているというところでございますので、その辺、えー、ちょっと、えー、検討しながら、どのように書き込めるかというようなことはあの研究させていただきたいと思います、以上でございます。西野委員 それもかなり周辺の住民の方は心配されているのでできるだけ早くそれを周知していただきたいなというふうに思いますであのそれとあのやっぱりここのねあの公園の整備ということなんですけれども、まあ、あの消防局が来るということについては、まあ、ここは所管でないのでね消防局に対するその質疑はやめますけれどもその分の あの公園が減るわけですよね。で、公園の整備という観点ではどんな風に考えておられるのか、あの大外のその公園というものもあるでしょうし、その辺はどんな風に考えておられるのか、そしてまたここのここに消防署が来るということでの周りの環境の変化ですね。そういったことについてはどんな風な見解をお持ちなのか、まずそこのところもお聞きしたいんですが。小川市長 はい、えー、今の現在の大宮交通公園、まあ、北東部分に、まあえー、北消防署が移転というようなことで、えー、幾分ぶん30平米足らずほどと今、えー、言ってますけれども、その部分がまあ公園が、えー、と消防がまあ一緒になってしまうというようなところでございます。私とあの,ー、の,とこあの公園というのは、基本的にはまあ増やしていくというようなことで、えー、ずっと進めているところでございます。えー、まああのー その約3000平米ほど、まあ、今回、公園としては減るということになるんですけれども、その分が、まあ、トータル的に減ることのないように、あの私どももいろいろ公園の整備のをまを進めていきたいというふうに考えているところでございます西野委員、まあ、あのこれまででも政令市の中で下から えー、3番目か4番目かぐらいあの1人当たりの、ね、公園の面積が少なかったと思うんですよ、この京都市ね。ですから、やっぱりそこのところ、えー、の増やしていくという立場、しっかり進めていただきたいというふうに思いますし、あのー、この整備についても、民間にのノウハウを活用してというふうなご説明、先ほどからもありましたけれども、まあ、その民間に任せるにしてもね、京都市が使用しを作って、こういう公園にしてくださいということは、 言うわけですから、そこにしっかりとあの先ほどもありました、ゴーカートもしっかり書き込んでいただく、うーそしてしあの子どもたちも市民も楽しめる公園、引き続きこれをしっかり整備していただくという立場と、そして公園をしっかり増やしていく、その立場、崩さずにぜひ頑張っていただきたいというふうによろしいですか。 この件に関連したほかにございませんか大丈夫でしょうかなければ次に井上健次委員はい。よろしくお願いします先般ですねこの北陸新幹線のルートの選定の参考にと おー、サインの近くだったと思います。あるいはま上鳥羽地域だとかなな、いくつかの公園でですね地質調査が実施されたと思うんですが、まあ、公園管理の立場からまどういう結果であったのかですね。ちょっとご報告をお願いしたいと思います。田中担当部長はい北陸新幹線の現在の状況というところでございます現在ですね。今、あの委員が言われましたように。 建設主体となります鉄道運輸機構におきまして駅あるいはルートの検討に必要な現地調査が行われている段階というところでございますで29年度につきましては市内で4か所のボーニング調査を実施しているというところでございますまたあの今年度も場所はまだ未定ですけれどもボーニング調査等を実施してまいりますのでその結果と合わせてまた、えー、ご報告が上がってくるものというふうに考えているところでございます以上でございます井上健人 あの公園のまあ活用という立場から言えばです、ね、きちんとまあ埋めていただいて、従来通りの利用ができる状態に復元されているのかどうかということの心配と、それから掘られたところが必ずしもルートとは直接関係ないという理解でいいのかどうかですね、えー、それとまあ今後、今年度また新たに4か所ということであれば、その場所等についても報告を願いたいと、このあたりまとめてお答えいただきたいと思います。田中担当部長 はいえー、まずです、ねあのー、調査をした後でございますますずあの調査をした、ま、ず場所につきましてもです、ね、あの公園利用に大きな影響のないところあの遊具とか当然ないところを選んでしかも地元の方にもしっかりと、えー、ご報告したご説明した中で、えー、させていただいておりますで、復旧についてもしっかりとさせていただいているというところでございます。それと はい、であの実際の調査ああ今がですねした場所についてあのそこがルートになるというものではありません。あの市内のその土質ですね、それ全体で見るための調査ということですので、えー、調査箇所イコールルートというところではないというふうにご理解いただければというふうに考えてございます。井上県人、そうすると単純な疑問なんだけどねまあ僕ら素人であの辻奈子のことまで全然わからないけれどもあの前年度の四箇所 今年度のまた4か所ですかあのその、どういう選定の基準というか、根拠というか考え方というか、そのな,なぜ囲碁領公園であって、上鳥羽公園であって、どこであってと、その根拠というのは何,何をもって選定されるんでしょう。田中担当部長 はい、まずですねちょっと委員言われましたけど今年度4か所とまだ箇所数もまだ決まっていないという状況がまず1つございますそれと箇所の選定でございますけれども当然市内のいろいろなところですね当然ボーリング調査するには一定の場所と、まあ、小さな場所ですけれどもあと期間も必要になりますのでこの4か所をです、ね、もう決め打ちでやったわけではなくて他かの場所もどこかないかと。 いう中で、ここであれば可能であろうというところで、この4か所が選定されたわけでございますので、ここを決めて、ここだけを狙っていくというような調査の方法をしたわけではございません。井上健人 ま僕はくれぐれも、ね、あの公園の維持管理であったり、また住民生活、市民生活にまああの悪影響が及ばないような場所選定というんですか、あまた事前のご報告なんかも改めてお願いをしたいと思います。えー、それで次の質問に行きますが、あー先ほど言いました高速道路の十条トンネルの市への移管についてです、ね、まあ、どんな準備やら課題が設定されて、えー、用意されているのかと。 お特にまあ南区内で言えばトンネルの西出口ですね鴨川ランプから上戸馬の南大橋付近までまあ何か影響があるんかどうかですねこのあたりについてもご説明をお願いします田中担当部長はい新十条通り高速道路の関係のご質問でございます現在新十条のトンネルにつきましては 次の4月に京都市に移管されて無料化というような状況でございますでこのためです、ね、この特に、左山トンネルがあの延長で2.5キロという非常に長いトンネルでございますので、えー、現在です、ね、特にあの安全に通行していただくということを最優先に考えまして、えー、交通管理者である警察とも共有をしているというところでございます。あすいませんちょっと えと先ほどの北陸新幹線ボーリング調査、これ、一つの質問で、これに関連しては、よかったですか、なかったですかね、他の委員の方、大丈夫ですか、それじゃあ、そ,そのまま続けて、質疑を行いますんで、田中担当部長。それとあのもう一点、言われておられました、西側ですね、鴨川西ランプ付近のというところでございます。 あの当然無料化して交通量が増えることになりますので一般,車いうことも一般の道路ですね下に降りた車が多くなるということで現在、その交差点の関係ですねについても問題がないのか交差点がいっぱいになって渋滞が発生しないのかということもしっかりと検証し警察の方とも今、協業をずっと続けているというところでございます。 井上人特にあの鴨川から西の部分については、例えばまあショットガンのタクシーの待機場所になっておるとか、あるいは上戸羽の公園ですね、武田街道の西側、今もですね橋脚のために公園面積がちょっとその狭くなってしまっていると。 おまあ、うがった見方だけれども、この,この面積がです、ね、さらに狭まるような悪影響みたいなものが、今回のお作業に伴って起こらないのかどうかと、まあ、あるいは効果、まあの下とはいえです、ね、この住宅やら付近の事業所に影響が出るようなことがありうるのかどうかね、このあたりについて、えー、今分かってる範囲で、ちょっとご説明願いたいんですが。田中担当部長はい 今回、ですね先ほど申し上げましたように、診新住所条通りが無料化になります、このためですね料金所、現在ですけれども、山科の方に料金所が1個設けられておりますけれども、これが最終的に不要になるというところです。ということで、もう少しちょうど今、委員ご指摘のいただいた鴨川西ランプよりもう少し西の辺りになると思いますけれども、料金所の設置が必要になってくるかというふうに考えています。 料金所の設置につきましてはです、ね、現在、どういう形で、どういう工事にするのかということを、阪神高速 NEXCO の方で検討しているというところでございます。あの特に公園の部分ですね、につきましては、橋脚もございますので、そこのところに当然、公園利用者にとって大きな影響がないようにと。 もしそこを使うとなれば、そういう形で進めていくということを当然、京都市からの、京都市としてもしっかりと話をしていきたいというふうに考えてございます。以上上でございます井上憲次 まあ特に公園についてはさっきも言いましたけど今でも橋脚のためにですね従来の面積がまあ狭まられているということになっているわけですから僕はあのこういう計画が決まったので公園に影響がありますよとご近所にお住まいの事業所やら住宅の方にこんな影響が出ますよとこう決まりましたのでよろしい、頼まさたということではなくてね、決決の前にこういうふうに計画したいけれどもいかがでしょうかと。 やっぱりその沿線の皆さん、関連の皆さんですね公園の整備も含めて事前にちょっと計画を明らかにしていただいて住民の皆さんの合意を得ながら進めていくと場合によっては計画の変更もありうるとこういう段階での、ね、情報公開なりもぜひお願いをしたいと思うんだけどもこの辺の手続きについてはいかかがでしょうか田中担当部長。はい、あのー 現在です、ね、阪神高速の方がこの新しい診療金所のことについて工事の入札の方も動いておりますで当然です、ねあの、今、委員がご心配いただいているように地域の方々についてしっかりと説明するということは非常に大事だと考えておりまして、えー、阪神高速の方ででも地元の方にもです、ね、こういう形で考えていますというような 説明を始めているというような状況でございますい始めてるんですか、最後、ちょっと聞き,聞きにくかったんだけども田中担当部長。はい えっとですね、現在、もう一度繰り返しになりますけれども、阪神高速の方で、地域の方に対して、こういうような橋脚ができる予定ということでの説明を始めているというところでございます、以上でございます井上検事それだったらね、始めておられる資料をちょっと本委員会にもご提供願いたいと、このあと委員長、ちょっと測っていただけますでしょうか。 あのー、ぜひお願いをしたいと思います、もし公園にかかるんであれば、ね、その小川さんも体張ってストップかけてもらうんだよ、ねえー、と、僕は思いますけれども、いずれにしても、ちょっと、あのー、経過を明らかにしていただきたいと思います、えー、高速道路のこの問題については以上で、はいはい、終わります、はい、それでは、この件に関連して、何かございますか、よろしいですか。 それでは先ほど井上賢治委員から要求のございましたえと阪神高速と周辺住民との、えこれ、あれやね、チラシやね、説明資料ですよね、工事の説明資料について、理事者、提出できますか。 田中担当部長。はいえー、事業者でございますあの阪神高速の方と調整の上で、えー、今いけるものあ出せるものについては提出をさせていただきます。はい、えー、提出できるとのことでございますので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。はい、ご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれてはなるべく早くごぜご提出いただきますようお願いいたします。 それでは、え三点目。の質疑、はい、井上健人えっと。ええ、応答線についてですね、ちょっとまとめてお聞きをしたいと思います。あの、今般、都市計画の変更ということで。 えー、西側部分についてもです、ね、わずかとはいえ、えー、ちょっと拡幅するということになっておりますけれども、おまあ、僕の理解では新幹線にしろ、在来線にしろです、ね、この鉄道部分は、もう道のすぐ西側に橋脚が立っておって、えー、これ以上、西への拡幅変更っていうのは、ちょっと厳しいんじゃないかと。 奈良線の橋脚についても同じような立地だと思うんだけども、まあ、ここはちょうどこの従来計画と今回変更計画とが隙間ができないようにねあのちょうど奈良線の下で。 両計画が一致しているので、まあ、広げられないのかなというふうに思うんだけども、ちょっとこの在来線、東海道新幹線のあたりの西側への架空変更計画の根拠というか、ですね物理的にちょっと説明を願いたいと、これが1点目です、それからこの間の変更,変更計画で、東側のお住まいの方の立ち退きはほぼ回避できたという説明だったかと思うんですが、 あほぼということの意味をね、えー、全く100%もう立ち退きお願いしなくていい,い,いようになったのかどうかそれとも何件かは残るのかどうかねこのあたり、えー、ご説明願いたいというのは 2, 2点目ですで3点目があこの前のあのー、地元の説明会でですね第2航空と第3航空の境目、えー、四段街道と今工事中の九条高専橋との 交差点から降りてきたとことの Y 字型の合流部分ですね、ここがまあ信号がどうなるんやということで、ご質問があったときにな警察との協議やっていうのは、ご回答があったように僕は記憶してるんだけども、まあ、僕の理解では協議するまでもなく信号があって当たり前だと思ってるんだけども、まあ、このあたり、どういう形状になるのかというのが3点目。それから最後に その説明会のときにも、ご要望が出てましたように、えーまあ、西でも東でもいいんですが、横から見たあこの第3航空の道の上下ですね、アップダウンというんですか、あこの図面もね、えー、可能であればです、ね、ぜひまあお示し願いたいと思います、これ4点目、以上です西部長、はい、あのまず1点目の西側各府の鉄道橋脚の影響でございますが、 あの物理的にあの今回の計画におきましてはです、ね、あの2車線、北行き車線が鴨、えー、川の橋脚、それから真ん中の既存橋脚との間に、えー、かなりギリギリではございますが、あのスポぽり入るという計画でございまして、えー、ぶつかる計画ではございません。 であの影響という部分におきましてはあの、鉄道の下の高さをです、ね、今、規制がかかっておりますが、そこを約1メートル下げますので、そういった影響につきましては、あの鉄道サイドとです、ね、これからあの協議をしていくという予定でございます。 からの,用地の保護ぼかからないというところでございますが、まあ、計画見直しによりまして、まあ、大きく、うん、一件まるまるかかるとか半分かかるとかいった状況はございませんあの薄くかかることになりますがこれにつきましてはあの精細なあの測量とです、ね、それからまた家屋の,あの調査といいますかそういったものを踏みながら最終的にこう、まあ、立ち退きがどうなのかというところの判断につながっていきますただ線としては非常に薄くかかるラインでございます それからあの信号でございます、師団街道と合流するところでございますが、あの警察とも協議を進めてきておりまして、まあ、あのあの球場の橋から下がっていく道路につきましては、あの上がまだ未完成でございますので、一旦二2車線でつなぐというところになってまして、今の協議の状況では、信号の設置は必要ではないの難易度ではないかと。 いった警察側の見解もございますが、まあ、法廷説明会でのご意見も踏まえましてですねあのまたバスも通っておりますのでそういった条件もあの加えて検討しながらですね引き続き、まあ、信号につきましては警察と協議を進めていきたいと考えておりますあのアップダウンでございますけれどもあの九条の古墳橋からずっと下ってまいりまして師団館をタッチしましてそれからの7線の下を抜けますのでそこに向かって下がっていきます あのまだ後ほど資料でご説明提出させていただきますがあ3%の勾配で下がりましてで少しあの施設の関係で上がりまして平坦部がありましてでまだあのな、えー、在来線のところで少し下りましてで最後は。 地震街道につきましては、傷の高さにつながるという形になります。まあ、いずれにしましても、あの全体573メートルの中での緩やかなアップダウンでございますので、交通関係者ともしっかり協議をしておりますし、まあ、道路の基準、それからの敷居の確保とかいった部分で、交通安全を確保した計画とさせていただいております。はい、以上上でございます井上健次員 ちょっとなんか僕もだんだん耳が年取ってきたのかどうかしらけど、なかなかちょっと聞き取りにくくってですね、えー、分かった、また後で忘れてもらうんだけど、あのね、あのー、3点目の,あの合流部分なんだけども、この前の説明会に配られた資料のね、<laughs> え6ページに第ナンバー11の図面というのが出てるんだけどもこれはあの九条通りの交差点から降りてきた車線が北行きのレーンだけであの四段街道を北から南向いて走ってきた車が四段街道まっすぐじゃなくてこの高橋の方へね行こうとする場合の 南高のレーンがねこの図面ではちょっと書いてないのでちょっとその,そのことに対する疑問が僕はあったわけですわ。で北から南向いた車がこの合流地点で今の師団街道をまっすぐなんかじゃなくて斜め右へですねあの九条の高橋の交差点の方へ行こうと思った時に。 それは信号がなかったら右折は厳しいと思うんで、まあ、それでまあそういう質問をしたわけですけれども、まあ、このあたりについてもね、あのまあ今後とも一層の精査をお願いをしたいと、まあ、こんなふうに思います。それと西郷につきましてはね、今でもあの粗水の流れている水面よりもかなり低いところ。 道が走ってるわけではね、まあ、別にそのことが直ちにね、まあ、危ないかどうかっていうことの議論はいろいろあるかもしれないしっかりした堤防を作っていただいてるんだけども、あのこれがさらに深くなるということになった場合にですね、えー、まあ大雨なり台風なりのときに、どういう影響が出るのかどうかっていうことなんかについても危惧するもんだから、だからこそこのさっき言った図面をね、ぜひまあ提供願いたいということなので、ですねこれについても併せて求めておきたいと思います。 要するに出していただけるのかどうか、それだけちょっと聞いて終わりたいと思います、はい、西部長、はいあの、図面につきましては提出させていただきます、はい、それでは、あのえー、先ほど、井上委員から要求のありました資料については、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか、はい、ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。 これに関連しまして他にございませんかよろしいですか、はい、なければ以上で建設局を終わります次者ご苦労様でした次の都市計画局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います それでは都市計画局の理事者が参りますまでしばらくお待ち願います。 委員会を再開いたします都市計画局関係の付託議案の審査を行います議第70号、80号から82号及び95号、京都市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか4件以上5件を審査いたします。 審査は議案についての説明を一括して聴取した後議案ごとに質疑を行うことといたしますそれでは理事者説明願います畑都市企画部長はい着席して説明してくださいありがとうございますそれでは都市計画局関連の議案5件についてご説明申し上げますお手元の平成30年5月司会議案説明資料の議員の3ページ 議の3ページを開き願います議第70号京都市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。1条例改正の趣旨でございます。両学校1では初期の設置目的を達成した付属機関の愛し両学校2の方では新たな付属機関を設置いたします。2の条例改正の概要の両学校1をご覧ください。 廃止する付属機関は、京都市八条市営住宅団地再生事業検討委員会でございます。この委員会は、八条市営住宅団地再生事業が効率的、効果的に実施できるよう、事業内容や事業手法、事業者の選定等に関する事項について審議するため設置したものでございますが、このたびその役割を終えたため、廃止しようとするものでございます。 なお本司会に八条市営住宅団地再生事業の事業実施契約の締結についてもご提案させていただいてございます後ほど改めてご説明いたします次に新たに設置する方の付属機関についてでございます恐れ入りますが一の両学校2のところにお戻りください 本市が平成19年9月から実施している新景観政策は策定当初から時代とともに刷新を続ける進化する政策であることが求められており平成29年度、昨年度には新景観政策10周年記念事業として特別定談や連続講座等の各種事業を通じ市民の皆様や事業者関係者の方々と政策の趣旨や成果を改めて確認するとともに時代の変化に応じた今後の政策の展開について議論を深めてまいりました。 このたびこれらの取り組みを踏まえまして人口減少や高齢化の進行を見据え持続可能な都市の構築など社会経済情勢の変化を勘案し本市の景観政策の推進に関する事項について改めて審議するため京都市新景観政策のさらなる進化検討委員会を設置しようとするものでございます次に2位の条例改正の概要の両学校2のところでございます 新たに設置する付属機関の担任事務は表に記載のとおりで、委員の定数は10人以内でございます。3の施行期日は交付の日でございます。議第70号のご説明は以上でございます。続きまして議の37ページ、議の37ページをお開きください。 議第80号京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。1条例改正の趣旨でございます。本年4月11日に開催をいたしました京都市都市計画審議会の議を経て変更された内政安井山之内地区地区計画についてその内容を条例として規定し建築基準法に基づく建築確認及び検査 並びに景観法に基づく認定の対象とすることで地区計画をより実効性のあるものとするため本条例を改正しようとするものでございます次に2の条例改正の概要の両学校1建築基準法に基づく建築物の用途敷地及び構造に関する制限をご覧ください渦正安井山之内地区地区計画の区域のうち A 地区の地区整備計画が変更されたことに伴いまして当該区域内における制限のうち 壁面の位置の制限を変更するとともに新たに建築物の高さの最高限度を定めようとするものでございます具体的な制限内容につきましてですが恐れ入りますが議員の39ページの区域図をご覧くださいこの地区は廃止をいたしました山の内浄水場の跡地であり尾池通りと門の王子通りに面し 地下鉄東西線の渦正天神川駅に近接するなど交通アクセスに優れた場所で平成22年12月に山の内浄水場跡地活用方針を策定し周辺環境や景観と調和した右京区の新たなまちづくりの拠点として大学を核とした複合的な都市機能の集積を図り地域とともににぎわいと潤いのあるまちづくりを進めている地区でございますこのうち A 地区の壁面の位置の制限につきましては 制限内容別に黒色の1点左線2点左線でお示ししてございますこのたびゆとりのある建物配置を促し周辺環境と調和した土地利用を図るため建築物の壁面からお池通りおよび門の王子通りの道路境界線までの距離の最低限度はこれまで通り10メートルと保持しつつ後ほどご説明いたします建築物の高さの最高限度を31メートルとする区域 図面では A 地区のうち下側の方の部分でございますがここでは壁面の位置の制限を強化いたします具体的にはお池通りの南側の端から110メートルの線よりも南側の区域では南側にございます西高瀬川の河川境界線までの距離の最低限度はこれまで1メートルだったものを10メートルへ西側の林地境界線までの距離の最低限度はこれまで2メートルであったものを10メートルへと強化いたします 次に建築物の高さの最高限度につきまして大学を核とした複合的な都市機能を誘導しつつ緑豊かな潤いのある空間を創出するため周辺景観への影響も考慮し小池通りの南側境界線から110メートル門の大路通りの西側境界線から20メートルと145メートル 西高瀬川の北側境界線から10メートルの線で囲われた図の緑色の範囲に限って建築物の高さの最高限度を31メートルとしそれ以外の範囲ではこれまでと同様20メートルと定めいたします恐れ入りますが議員の38ページの方にお戻りください続きまして両学校の2警官法に基づく建築物等の形態衣装に関する制限でございます 渦政安井山之内地区地区計画の A 地区における建築物や工作物の形態遺書につきまして地区整備計画において定められた携帯衣装の制限に適合するものでなければならないことを条例に定めることといたしますなお具体的な制限内容を議員の40ページ以降に記載してございますが詳細なご説明につきましては省略をさせていただきます3の施工期日は交付の日でございます議第80号のご説明は以上でございます 続きまして議員の43ページをお開きください議第81号京都市空き家等の活用適正管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます1条例改正の趣旨及び2条例改正の概要でございます本市では京都市空き家等の活用適正管理等に関する条例 空き家等対策の推進に関する特別措置法や京都市空き家等対策計画に基づきまして総合的な空き家対策を推進しているところでございますこのたび持続可能な都市の構築に向け放置されている空き家の活用をさらに促進する抜本的な対策を構築することを目的に住宅以外での空き家の活用の方策や税の制度運用の在り方などを検討するため条例に基づき設置しております京都市空き家等対策協議会に 専門事項について調査するための専門委員専門事項について調査審議するための部会を設置することができるよう規定を新たに設けようとするものでございます3の施行期日につきましては交付の日でございます議題81号は以上でございます続きまして議員の45ページをお開きください 議第82号京都駅八条口旅客自動車待機場等条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。一の条例改正の趣旨でございます。本件は近畿運輸局工事、一般乗用旅客自動車運送事業の車宿分についてが改正されたことに伴いまして、京都駅八条口タクシー待機場に入場させることができる旅客自動車の車宿分に関する規定を整備しようとするものでございます。 2の条例改正の概要でございます運輸局工事の改正で京都市域地区の車宿分のうち中型車および小型車の区分が普通車と変更されましたこれに伴いまして表に記載のとおり八丈口タクシー待機場に入場させることができるタクシーの車宿分を現行の規定から市長が定める車宿分に該当するものと改めようとするものでございます なお、条例改正の後、市規則で待機場に入場させることのできる車宿分を運極工事に合わせ、普通車と定めることといたします。3の施工期日は交付の日でございます。議員第82号は以上でございます。えー、続きまして、えー、コピー釣りの別冊子になってございます平成30年5月司会議案説明書のナン No.2 の方の、えー、議員の1ページをご覧ください。 議第95号京都市八条市営住宅団地再生事業実施契約の締結についてでございます本件は南区唐橋平垣町にございます八条市営住宅団地において市営住宅の全棟を建て替え付帯事業用地の活用を行うため民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律いわゆる PFI 法の規定に基づき事業契約を締結しようとするものでございます一の事業の概要でございます 本事業は事業者が市営住宅の新灯の設計並びに建設およびこれに伴う入居者の移転の支援をした後事業期間中引き続き市営住宅の維持管理を行いその後本市に市営住宅の所有権を移転する BOT 方式と呼ばれる PFY 手法による団地再生事業でございます。 また合わせて市営住宅の集約により創出される付帯事業用地を活用し合計102のファミリー向け分譲マンションを供給するものでございます。2の事業期間契約期間でございますが司会の議決をいただいた日から平成42年10月31日まででございます。3の契約方法は総合評価一般競争入札4契約金額は48億9870万4000円でございます。 おめくりいただきまして、理面でございますが、5、契約の相手方は、株式会社、長谷工コーポレーション関西を代表事業者とする、HIM ・八丈住宅団地再生共同事業体でございます。なお、参考といたしまして、議員の4ページに付近見取り図を、議員の5ページには施設配置予定図、議員の6ページに施設イメージを掲げてございます。ご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 はい、それではまず議第75執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部改正について質疑のある方は挙手願います、はいはい、ありがとうございますそれでは井上賢治委員えー、っ さらなる進化、検討ということなんですけれども、この何をもって進化というのか、ですねこの,この間、実際問題としては、京都駅周辺やら、京大病院、島津京都会館、そしてまあ今回の議案、別の議案でもある山の内等々ですね、高さや容積率がどんどん緩和されてきている動きが目立ちます。これれれらはまあ進化ななのかですねそれとももだけれどもまあ例外的な あはい、扱いというか措置なのかね、このあたりの認識をちょっとお聞きしておきたいんですが。山本都市警官部長はい、えー、京都駅周辺の地域塾の見直しや、えー、地区計画等々による事例を挙げていただきましたが。 それはいずれもです、ね、神経管政策とも整合が取れる、あるいは神経管政策の制度を使ってやってきたことというふうに認識をしておりまして、例外ではない、進化だというふうにも考えていません、以上です。あちょっとと挙手でで、はい、井上健人、えー、例外ではないと だけど、進化でもないと、ちょっとなかなか複雑な <laughs> 理解がいるご答弁で、ちょっと戸惑っておりますけれども、2007年当時ですね、京都弁護士会が意見書を提出されておられまして、新景観政策の基本方向には賛成だと、しかし、要請率の引き下げを伴っていないこと。 高さの例外許可等の不十分な点や問題点があると、まあ、こんなふうに指摘されていらっしゃるわけですね、えー、それから京都市の,この都市計画っていう何年か前に、えー、4、5年前に出た冊子を読みますと、特例許可制度っていうことの説明の中に、 えー、公益上必要な施設で地域の良好な景観の形成及び周囲の市街地の環境に支障がないと認めた場合等について、えー、高さの規定を超えることを認める特例許可制度を設けているとだからこれを読むとやっぱりまあ否定的な側面はあるんだけども例外的に認めようかっていう、まあ、こういう読み取り方がね今のご紹介した 京都市の発行の冊子では伺えると思うんだけれどもお要はあ僕はそこのところの、ねえー、例外を広げるのかあそれも真価だとおさっきもおっしゃらないと言われたんでちょっと一安心ではあるんだけども例外でないという言われたことに関わって、あのー、今後ともだからあ この間進められてきた規制緩和も引き続きこの検討委員会で前へ進めていこうとこういうこともテーブルに乗っていくんであればねちょっと僕はその検討委員会の在り方については疑義を感じないわけにいかないとやっぱりできるだけ高さの規制あるいは容積率も含めて規制していってですねより良好な環境を作っていこうという方向で検討委員会が 議論されることを期待をしたいと思うんだけども、このあたり、もう少しですねこの検討委員会の検討の中身、進化の中身について、ご説明願いたいいたと思います山本部長。はい、まず、例外ではないということなんですけれども、これは、地区計画制度にしても、特例許可制度にしても、神経感政策の 枠の中で最初から用意をされている制度を活用してやっているという意味で例外ではないというふうに考えていますそれから今年度実施をします検討委員会での検討内容でございますが神経管制策このものは策定当初から 時代とともに刷新を続ける進化する政策であるということが掲げておりますさらに昨年度ですね29年度に実施をしました神経感政策10周年記念事業でさまざまな議論をしたことをもとにしまして文化庁の移転を契機とした 文化を基軸としたまちづくりの推進や人口減少や高齢化の進行を見据えた持続可能な都市の構築など社会経済上昇の変化も勘案しながら次なる新景観政策のさらなる進化の方向性を審議,審議いただこうというふうに考えていますその際の検討の視点でございますが優れた景観の新たな創造に挑戦できるような環境整備 でありますとか持続可能な都市の構築に向けた規制誘導の在り方また個性や特色期待される都市機能に応じた地域ごとの規制誘導の在り方。 最後に地域のまちづくりや景観づくりに取り組むコミュニティ等への支援の在り方などを視点としながら検討を進めていただきたいというふうに思っておりますで。緩和を続けていくのかということなんですけれども、現時点で個別の強化、緩和を念頭にしながら進めていこうとしているものではありません。以上でございます井上健ます今まさにおっっしゃったね この社会経済情勢の変化の中身として、えー、文化を基軸としたまちづくりの推進とあるいは人口減、えー、高齢化とおこういう変化の中身を見ればですねあの緩和の要素は僕はないと思うんですよまあコンパクトシティっていうことも言われるんだけどね。だとすれば 高さもボリュームもコンパクト化がいるんじゃないかと、こんなふうにも思ったりします、えー、ぜひですねあの、そういう方向での議論を期待をしたいというふうに思います、それと合わせてね、あの最近、この京都駅周辺、まあ、私の住んでる南区あたりでは、この不動産会社からですね、お宅の借家の今度、私が家主、地主になりましたんで、よろしい、頼ますわと。 まあ譲渡されて、まあ、従来の昔なじみの熊さん八段の大家さんから、ね、あの会社の方に所有が移って、えーまあ、とりあえず挨拶だけで終わってるところもあればあ、まあ、あ出て行ってもらいたいということをにおわせるような挨拶であったりですねあるいはまあそれを拒否されるんであれば。 家賃が2倍以上もね、通告されて困ってられると、こういうことも起こったりしてるわけです、だから僕はやっぱり、の今の、まあ、いわゆるその宿泊施設の誘致拡大方針であるとかです、ね、あるいは規制の緩和であるとか。 こういうことは単に経過の問題だけじゃなくて、市民の暮らしにやっぱり直結した悪影響を及ぼしているということもあろうかと思うので、ぜひこういう市民の暮らしへの影響ということについてもねえ議題の一つとしてえ取り上げていってまあ議論してもらいたいと、こんなふうに改めて思うわけで,で、すねえこの辺まあたり、最後に総括的にご答弁いただいて終わりにしたいと思いますが、いかがでしょう。山本部長、はい えー、持続可能な都市の構築に向けた検討を今年度やっておりますけれども、まああのえー、暮らしやすい環境をどう、えー、確保していくのかという観点も大事だろうというふうに思います、えー、貴重な意見をいただいたというふうに思いますので、えーまあ、それも踏まえて議論できたらなと思います。はいい進行いたします大動員 えとですね、私もこの付属機関の設置等に関する条例の改正でございますので八条断じについては後ほど95号の議案で議論させていただきたいと思いますけれどもあの、まあ、いわゆる審議会の部会等の設置についての条例ですので両としたいと思っておりますその上で,です、ね、あの今も議論がございましたこの10年間の 総括をされている中でですね、まあ、先日も非常にいい冊子「新経管政策の10年とこれから」というのをいただきまして読ませていただいておりますけれどもあのやっぱり私はある面で京都の当時松本市長が夜忍び寄る破壊ということを言われて以降ですね景観まちづくり審議会を作られてそして議論されてきた中で、まあ、やはりこのまま放っておけ大変だということで規制を基本にですね されてきたというのが、この十年だったと思うんですね。で次の十年、あるいは二十年、五十年を目指すためには、ですね。この十年間、やられてきた中での課題が、まだ。いわゆる手がつけられていなかったものとか、いろんなことがございますので、そこをしっかり議論の対象としてですね。お願いをしたいなと思っております。個人的には、例えば、夜間警官の問題でありますとか、それから、あのいわゆる。運 まあ動く景観、ね、というのは例えば嵐山に鵜飼の,うかいの川の上に動いてる、まあ、そういう動的なものの景観というのも一つは伝統歴史の景観の京都が持っている非常に大事なものでもありますしでこれは景観になるか分からないんですけど実はあの音の景観というのがあります。で音いいうののは例えばジョじゃないですけれども 京都3000が似合うみたいなです、ね、これはもうやっぱり日本人の心のふるさとという、まあ音、音の景観というのを私は新たな課題だなと思ったりしておりますし、まあ、そういう意味では非常にそういうものの、ソフト面に関わる議論をしっかりお願いをしたいなというのが一つですで。同時に、あの10年前にです、ね、議論させていただいたときに、えー、特に高さ規制について、えー、議論をされましたんですが、 最終的に私どもの地元の南区なんかではその規制を全くかけてないところが実はたくさんありましてですね十条通りから南はほとんどそうでございますそういうことになりますとですね今あの別の委員からもお話しましたようにそれを緩和するのかという表現ではなくてですねまさに今部長おっしゃったように新たな都市の活力を生かすためのですね 景観文化景観を活用した、まあ、いわゆる創造景観創造こういうものの誘導を図るためにじゃあこの部分は今まで規制かけてなかったところだけれどもしかし一定の,あの今まで20メートルと言ってたところを31メートルにされるという地区計画もやってきたわけですから逆にです、ね、そういうところについてはあの全くの青天井ではありませんよと。 むしろこういうまちづくりが大切なんではないかというですね、まあ、新たな京都の私はやっぱり指金石になる視点がですね可能性がここの地域にあるんだと思うんですねでこれは今まで全く私はあの失礼ですけど手,手つかずの状況だったここは色で見ると真っ白ですわというだけの話だったのでぜひ、まあ、ともですねここのあのついては規制あるいは緩和という非常にあの まあ短い、平べったい議論ではなくて、非常にあの幅広いです、ね、あるいは深い議論をぜひともお願いをしたいと、このように思っておりますので、まずそのご認識ですね、課題認識について、確認をしたいと思います山本部長。はいえー、まず、の音の景観、あるいは動く景観について、ご指摘をいただきました。私ももう警官というのののはは単に見るだけのものではなくて 人々がそこでどう暮らしてどう活動していくのかそれが表に出てくるのが経営観だというふうに基本的な認識をしております。で あのじゃあ、その音の景観をどう作っていくか、直ちに政策化できるかということになると、なかなか難しいところがあるのですが、えーまあ、そういう認識でいろいろ取り組んでいきたいというふうには思います。それから夜間景観のことにも、えー、触れていただきましたが、えー、今回のこの検討委員会では、夜間景観を今、取り上げようというふうには思ってないんですけれども、そうではなくて、今年度、まあ、別の 事業として夜間景観の実態調査から始めまして望ましい姿の調査をしていきたいというふうに思っております。ということで夜間景観についても今年度ちょっと手をつけさせていただこうと思っているところです。最後に南部の規制のかかっていないところについてでございますがまさにその持続可能な都市を考える上であの場所をどう考えるかというのは 重要なポイントだというふうに思いますで、直ちに規制をするあるいは緩和をするということは申し上げられませんけれども持続可能な都市の構築に向けた規制誘導のあり方という視点を持っておりますのでその視点を突き詰めていきたいというふうに思っています以上でございます大同員、今後またあの委員会で議論したいと思いますけれども特にあのこの規制のかかっていない地域についてはですね あの実は観光マイスなんかの関係でいわゆる今回、民泊の話がずっとこう議論はされましたけれどもあの観光マイスから言うと工業地域あるいは巡航等でもです、ね、旅館業法に今までできなかったところの区域だったんですがあのこの5年間の申請検討に関わってです、ね、京都市は一応特別に検討しましょうとこういう制度にまあなっていますよね。 ですからそうなると、まさにそういうところであの都市計画のかかっている網はそういう地域だけどもその地域を利用して交通便のいいところはホテルをやりましょうというようなところも今、企業的には動いておるようですのであのまさにそれはあの、まあ、起爆剤になるということでございますので、まあ、その都度その都度またあのしっかりご検討の。 その視点をを持っていいいたただいてです、ね、お願いをしたいとでもう1点だけはです、ね、具体的にこの審議会、分科会の委員会を設置していただくんですけども、まあ、委員の定数が10名以内ということでございましておそ、まあ、らく文化学識経験者等のお話になると思うんですけれども私は,あのこれは要望なんですけれども人選については当然、ね、ご配慮されていると思いますけれどもやはり次の時代を担うこの景観によって 10年、20年後の先のやはり社会の中心軸になる方々というのは今の大学生とかです、ね、若い方が非常に多いわけですけれどもそういう方でありますとかから持続可能な社会人口減少社会の中で非常に主役になるのがこれから女性だと言われておりますこういう女性の視点こういうものも十分に盛り込んでいただいたです、ね、いわゆる委員構成の検討をやっぱり十分に幅広い議論が集約できますようにですね おお願いいしたいと思っておりますので現状、この条例改正が可決された後に具体的な話になるかもしれませんけれども、正式には、今考えてらっしゃるこの委員の構成についてですね、最後にお伺いして終わりたいと思います山本部長、はい。委員の構成でございますけれども。 景観、えーまあ、を扱いますので、景観の専門家は当然入ってくるんですけれども、そのほか、まあ、都市計画でありますとか、建築、経済、文化、あるいはコミュニティというような分野に長けてられる方を入っていただこうと思ってます、それと、あの市民公募委員です、ね、にも2名入っていただきたいなというふうに思っております、今日いただきましたご指摘は重要な視点だと思います、参考にさせていただきたいと思います、ちょっとよろしくお願いいたします。はい、質疑の途中ですが、えー えー、午後1時まで休憩いたします。